大阪製工学院中学校、高等学校は、大阪府大阪市天皇塾に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間において、第一学年から混合して、クラスを編成する併設混合型中高一貫校である。 1950年5月24日、サレジオ会により創立、男子校である。サレジオ会はこれに先んじて1930年、宮崎神学校を設立。1960年には、目黒サレジオ中学校、高等学校と男子校を設立したが、日向学院は90年代に教学化した。世の光であれをこぜとし、 大学進学に向けた学力だけでなく一人数とが他者に目を向け支えることができる人間を育成している。学校長は初代から現在十代目に至るまで全員神父である。所在する大阪市天皇寺暮れ神長は名所、旧石といった歴史にゆかりのある建造物が多く、校舎の北側には小満院、谷町筋の端向かいには四天皇寺が所在する。校内には 松尾場賞、与さ武村も訪れた浮世邸が、廃石、消化部園として残っている。創立以来、フィールド北ー部が強く、1957年と1958年に国体で優勝、2000年代でも2007年、2009年にインターハイ出場を果たしている。進学指導に力を入れており、卒業生の約半数は、京都大学、東京大学、 国公立大学医学部医学科に進学しており、他にも大阪大学などの難関大学に進学する学生が多く、入試難易度は府内で最も高い。高校入試を行っていたが、2015年度は中3がすでに200人を超え、また募集の効率の悪さから中止。2016年度から再び募集を実施している。外申請比率は少ない。 大阪製工学院には複数の学内外施設がある。まず、学内には生徒マス尾崎研修館がある。中学1年時には1週間ここで全員参加の合宿が行われ、ここから学校に通う。また、長期休暇にクラブの合宿などに使われる。阪神、淡路大震災時には家の全員半壊した生徒が緊急に利用したこともあった。また、 学外施設として、和歌山県に南部学者を、長野県に黒姫山荘をそれぞれ有しており、勉強や登山、スキー合宿が積極的に行われている。太平洋に面する南部学者ではかつて遠営が行われていたが、サメやクラゲが観測されるなど安全性が確保しにくくなったため、現在は行われていない。2006年春より校舎建て替え工事が行われ、 2007年8月に中学棟は4階建て、高校棟は6階建ての第一期新校舎が完成した。また、2008年の12月に第二期新校舎が完成した。大阪製工学院は、同じ創立者、ヨハネ・ボスコの白製学園小学校と2016年11月1日、連携協力し、2018年度中学、 入学生より白星学園小学校から大阪西工学院中学校への特別選抜制度を設けている。ありがとうございます。